もう危ないよ、やだよ、命を大事にだよ。うん、でもディープスポット認定です、これは、はい、東京ディープスポットやってまいりました。人は違う違うんだよこれ、はい、ここは東京都です。東京都、東京都の大田区、ね、これ、ね、令和島っていうね、平成の次の令和だから令和になってできたって言うんですけど、ちょっと読ませてもらいますよ。はい、大田区の町名令和島ね、はい、現行行政地名は令和島1丁目、はい、郵便番号は135-0093 非常に風が強くて埋め立てられたところ、風強い、うん、まあそんな情報しかない、はい、まあ、あのコンテナが見どころ な気がしてならないんで、ちょっと近づいてみましょう。はい、行きましょう。東京ディープスポット、これはディープスポットだよ、これ見てよ、これ令和島のこのね、もうこのね、はい、今日ドンファンって書いてある、ドンファン、はい、ドンファン、はい、ワンハン、ワンハン、コンテク、コンテク、まあこういうのを見てね、歩くのが面白くはないないんだけど、ちなみに情報によると住んでる人は町民ゼロエバーグリーンが入ってきた、エバーグリーンが、おわエバーグリーン、うわエバーグリーンだ、エバーグリーン、エバーグリーンだ、エバーグリーンが来たよ、エバーグリーン、やっぱエバーグリーンだけでエバーグリーンだね、はい、すごいよ、エバーグリーンが入ってんだよ。いや、感動だな。まあエバーグリーンも見れたしね。この後ちょっと気になるね。はい、危なっかしいところがあるんで。ありましたね、危なっかしい、なんかね、もうとんでもないこう登っていく、なんかどこ行っちゃうのこれみたいな、天空に行っちゃうのみたいな橋があったんで。デスラっちゃいましょう。そこに行っちゃいましょう。はい。東京ディープスポット。ちなみにこれ左に曲がってあの橋を渡るとどこだっけ？江東区。江東区だね。うん、そうですね。結構違う。うん、そう。あ、でもここも江東区令和島じゃなかったっけ？あ、ここは大田区。大田区。そう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 。大田区の町名令和島ね。はい。新しく来たしますね。ほら、来たよ。ほら、おかしな。遠くに。あ、なんか見えてきますね。見えてます。やばくないか？見えてます見えてます。はい。ズームにしましたけど、ちっちゃんちゃん、ちょっとやばいぞこれ。いや結構すごい勾配ですね。でしょ？はい。これ夢に出てくるような、そうっすね、うん、道だと思うんだけど。これわかる、あ、わかるかな、これぐーって登ってってる感じ。行ってみますか。こんな感じの。危ないよね。行ってみようか。行ってみよう。怖いけど。いやー、こういうの、まあ、バイクで行ったらこれだろうな、これ。東京ゲートブリッジ。はいよ。東京ゲートブリッジかよ、はい、か。はい。さあ、登っております。そして横には東京都、廃棄物処分場。だからゴミ捨て場ってことですね。我々が生活してるゴミが、いやー今ねもうビル相当の高さになってる。そうっすね、ちょっと高いっすね。ちょっとこれだからね、怖いわこれ。おお、そうっすね、一旦横映しますね。ここで地震来たらどうなる。町田側は、そうっすね、スカイツリーが見えます。これ横歩けるんじゃないですか。遊歩道になってんの。なってますね。おっかねー、おっかねえ、もう足がすくんじゃってんだけど、はい、俺もちょっと、そうっすね、ドキドキしますね。これ歩けるんだったら歩いてみようよ。歩きますか。うん、今てっぺん、もうちょいてっぺんだね。ちょいですね。だけど、いやー、ちょっとこの、いや、これ歩けるんだ。すごい、こういうとこ通るとマジでちょっと怖いっすよね。とんでもないお知らせがありましたこれ。はい、歩けるという、はい、つまり
とんでもない、なんかもう、でも空の方が近い気がする。うわ、高っ。すごい。東京ディープスポット。どうなんでしょうね。これはすごいぞ。高っ。腹が見えるから、橋の。はい、風吹くぞ。展望ホールになっておりまして、はい、8階がゲート口になります。ありがとうございます。展望ホールは最後ですか？じゃあそうだね。まずは橋、閉まらない、閉まらない。ドアが閉まります。まずは ここからじゃないですか、この眺めっていうか、1階からいきなり8階に行くんだね。そうだ、おー、高い、高いぞ。このね、はい、人間の恐怖心って15メーターっていうのが、はいはい、一番怖いのが8階、9階あたりって大体そんぐらいじゃん。そうっす、うわ、高い。怖いんですよ。うわ、これ風やばそうだな。早く開けて。すぐ柵がなくなる。うわ、これやばいよ。揺れる揺れる揺れる、怖え。やばい、揺れてる、お、揺れてる、マジで。やばいってこれ。いや、これ恐怖症状になってる。ちょっと恐怖スポットになってるよ。本当っすね。恐怖恐怖。マジでこっち掴みたいんだけど、こっちはこっちですげえ下に。もうだって人間が豆みたいになってるもん。本当だ。止まってると揺れる、すごく怖い。これ怖さ伝わってないのかな。あ、危ない危ない危ない。ダイブしようみたいな、ダイブするかみたいな。しねえよこれ。命を大事にだよ。一番近い上通路装置で 60m。 その辺が何の意味があんの。熱中症になっちゃったとか。見れない。あ、もう柵が変わったもん。仕事中っつって電話くれたんだけど、なんかろれつが回ってないんだよ。お昼時だったから。あー怖かった。何あの展望台なんか高知れてんじゃん。今歩き始めて上行って10分なので、戻って10分だから、だからこれを渡り切るのには約20分歩きでかかるっていうことが分かりましたね。そうだね、程よい散歩だけど、風強い日はこれ多分ここ中止になるだろうね。ドーンって飛んでっちゃう。
っちゃう。ようやく帰ってこれたね、はい、ゴールがようやく見えてきた。なんだろうね。あ、そうだ、浦安の方だね。ホテル群。ああ。行きましょう。そうですね。降りましょう。降りましょう。行け東京ディープスポット。ぜひ。ですけど、その橋のお膝元に、はい、若洲海浜公園っていうのがあってですね。はい、なんとなくもうバーベキューとかのエリアなんですよ、ここ。キャンプできるって書いてましたよね。もう初めて来たんだけど、はい、結構車も止まってて。はい、利用客も多いと、うん、なんか釣り施設もあるみたいな。そうで、いい感じでキャンプしてるよ。してますね。うん、うるせえな鳥、この野郎。この野郎、今撮影中なんだよ。おお、なんだこの鳥。ゴルフ場です。ゴルフ場です。あ、東京ディープスポットかも。あれ東京ディープスポット。釣りしてる人とかキャンプ好きな人は知ってるかもしれない。そうなの。で、これちなみに、はい、ちゃんとフィッシングができるというところで、はい、ここではアジが釣れますよ、何が釣れますよってさっきあったけど、はい、うん、マダイも釣れてたよ。何しろ釣りができるということと、キャンプができるということと、はい、手ぶらでもいろいろ売ってましたっていうことまでは確認できたよね。ここで、はい、飯が売ってるんじゃない。ちょっと行ってみましょう。はい、サンダルのこう足を引っ掛けるところがあります。あそこからすげー高い令和島を取材してたら、はい、令和島は何もねえじゃんと、どうするよこれと、はい、言ったら、もうここは手ぶらでも釣りができるっていうことも分かったし、はい、かなりゴルフ場もあってサイクリングもできるっていうことも分かったし、かつカップラーメンのお湯がある、はい、カップラーメンも食べれる、で手ぶらでも大丈夫と、自販機もあると。若洲海浜公園、はい、若洲マリンパーク、イエス。あのブリッジの僕ら、はい、まあ、胸の谷間、はい、まあ、胸としたら谷間にいたんですよ、はい、ね、61m だっけ。61m です、ね、もう危ないよ、はい、あんなところにまで歩いてたんだよ、やだよ。でも多分釣りされてる方々がもちっちゃかったですね。ちっちゃいし、誰もすれ違わなかった、うん、でもディープスポット認定です、これは。はい、そうですね。間違いなく令和島、に遊びに行ってから、行ってからそう、若洲海浜公園、はい、釣りもできるしキャンプもできる、手ぶらで全部できます、はい、はい、何気に絶叫のスポットもあると、はい、もう超絶叫でした。お疲れ様です。東京ディープスポット。